安倍政権は今すぐ退陣、今すぐ退陣、今すぐ退陣。強行採決断行糾弾、強行採決断行糾弾、強行採決断行糾弾。安倍政権の暴走を止めよう、安倍政権の暴走を止めよう、安倍政権の暴走を止めよう、安倍政権の暴走を止めよう。戦争法案の強行採決、皆さんと一緒に満身の怒りを込めて断行糾弾抗議したいと思います。まず第一に、憲法9条を踏みにじる暴挙は絶対に許されるのではありません。審議すればするほど戦闘地域での後方支援しかり、そして戦乱が続く地域での治安活動しかり、そしてこれまで憲法9条の下で絶対に許されることはできない、政府も憲法違反だと言っていた集団的自衛権を認めることをしっかり、これはもうどこからどう見ても憲法9条を踏みにじる違憲立法ではないでしょうか。第2に、国民がこれだけ反対の声を高めております。どの世論調査でも5割の国民が憲法違反だと言っております。6割の国民が今国会での採決は反対だと言っております。8割の国民が説明が不十分だと言っております。安倍総理自身も今日そのことを認めたではありませんか。にもかかわらず多数の力でこれを強行するのは国民主権の大原則を踏みにじる暴挙だという点でも断固糾弾をしたいと思います。そして皆さん、憲法というのは国民が守るのではありません。権力者が守らなければならない。国民が憲法を通じて権力者の手を縛る、これが立憲主義の大原則ではないでしょうか。そのことを踏みにじるような政権は、これはもう民主政治を担う資格はない、独裁政治だと言わなければなりません。これを倒すのは主権者、国民ではないでしょうか。今全国津々浦々で、そして若者が、女性が、高齢者が、学者、研究者、放送界の皆さんがこの法案を阻止するために声を上げ行動をされております。この戦いに恐れをなして追い込まれて、数の力に頼らざるを得なかったのが今日の強行採決だと思います。だから皆さん、さらに戦いを広げに広げ、さらに安倍内閣を追い込んで、国民の力でこの天下の悪を阻止するまで頑張り抜こうではありませんか。大義は私たちにある。日本共産党も皆さんとがっちりスクラム組んで、阻止するまで戦い抜くことを